にイルハート。結局電撃プレイステーションさんの公式キャラクターにはなれなかったイルハートでーす。あ、さすがに虚しいよこれ。はい、というわけでですね、今日は長らくやってきました電撃プレイステーションさん回最終回。はい、今回はですね、定期刊行終了ということもありましてね、いやーさすがにちょっとショックをね隠しきれませんが、はあ、はあ、ん？何ですか？電撃プレイステーションの担当者さんからのお手紙。おおおお、ありがとうございます。ちょっと待って、イルハートさん、ちょっとこういうのあれだよ、ちょっと弱いからさ、もうすでに泣きそうなんだが。イルハートちゃんへ。イルハートちゃん、長らくの電撃プレイステーションの連載や紹介動画ありがとうございました。この長い道のりにはいろいろなことがあり、今なおいろいろと鮮明に覚えています。いや、イルハートも覚えてます。例えば、はじめはイルハートちゃんの4コマを載せてほしいという話があり、もしかしたらすごく絵がうまいのかなと思い、送られてきた原稿はどこか心が壊れているホラーファンシーな絵柄の日常ものでした。そんな絵柄からでは想像がつかない、常に VVVTune への執着、怒り、憤怒、よくもゲーム雑誌内でこんな承認欲求をこじらせた内容を送ってくるなと驚いたものです。でも、そんなイルハートちゃんの記事を書いているとき、見ているとき、とても楽しかったです。いろんな部分のイルハートちゃんを終えて、本当に嬉しく思います。いや、イルハートもさ、こんなね、有名な雑誌に載せてもらえて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。それでは、イルハートちゃん、引退お疲れ様でした。ありがとう。いや、イルハートは終わらねえよ。というわけで、しょげてても仕方がないということで、今回ね、最後の最後、元気に紹介をしていきます。はい、定期刊行最終号となる3月28日発売の電撃プレイステーション686号はファイナルファンタジー7リメイクが表紙でーす。そしてそして、今月の最大の目玉、じゃじゃーん、監獄とメアリスケルトンフィナーレの発表でーす。いやー、この定期刊行ね、最終号に大人気シリーズの発表をしちゃっています。いやー、まさにね、雑誌もタイトルもね、どちらもね、フィナーレにふさわしい内容になっておりますので要チェックです。いやー、なんかすごいね、可愛いあのキービジュアルが、マッチ売りの少女なんていうのもね、載ってて、こう全体的に大ページ大豪華になっております。そしてとうとう閉店してしまうカフェ電波。いやー、正直ね、まあ、最後の話はこうしんみり終わってね、ちょっと切なかったですね。ありがとう、みみみちゃん、まとめの何か出るならイルハートもまた出してね。はい、ということで、そんなね、電撃熱プの回は一挙3回分を掲載しております。いや、
コラボまで VVVTube の石倉ディレクターと水野プロデューサーとつなこまめに書いてもらいましたってことで、さ、最後はもちろんこちら、チャカ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 ポーン VVVTube。 いや、今回はですね、敵役やシステムの詳細などが掲載されております。はい、さらにですね、予約締め切り直前の VVVTube の電撃スペシャルパックも引き続きご紹介しております。はい、特典はですね、アクリルキーホルダー4女神セット2、4女神たちのちょっとエッチな DLC 衣装、天使のレオタード、3、 B2 タペストリーでございます。ぜひぜひ電撃屋でご予約をお願いします。はい、そしてですね、今回定期刊行最終号ということもあり、まあそうなるとですね、やっぱりサプライズキャラクターがきっといるんですよね。ね。はい、皆さん、とってもとっても楽しみにしててくださいね。いや、イルハート乗ってねえじゃん。ともかくね、残りの電撃イルハートページに関してですが、まあ、ここに関してはね、あえて何も語りません。いや、イルハートのね、こう気持ちをね、結構載せた最後の4コマ漫画などもね、ここでしか楽しめないというね、最後の内容になっております。いや、なんか、はい、いや、本当にね、長い間、今まで本当に本当にありがとうございました。いやー、ね、こうやって電撃プレイステーションさんのご紹介をね、こうさせてもらう上で、やっぱり表紙になっているあのゲームの発売日だったり、あとはその通りかかったこう本屋さんとかゲーム屋さんとかね、お店でその電撃プレイステーションさんを見かけたりとか、そのね、イルハートがこう宣伝させてもらったゲームのポスターとかをね、こう見かけると、あれもう発売になったんだとかね、ちょっとあったかい気持ちに、ね、なったりとかもして、いや、本当に本当にね、たくさんいろいろね、勉強もさせてもらいましたし、こうやってね、あったかい気持ちもたくさんたくさんもらいました。本当にね、今までお世話になりました。ありがとうございました。はい、ということでですね、ちょっと最後にしんみりしてしまいました。